さあ、今日もフォールガイズやっていきましょう。今回でようやく150章は突破できましたね。まあ、だいたいクラウン50個いかないぐらい使ってるんで、まあ、確実に150章は突破できたと思います。それにしても、普通の PS4 と PS4 Pro だと全然操作違うって聞いたんですけど、本当なんですかね？まあ、それだったらノーマルでたくさん優勝できるよっていうのをアピールしていきたい。さあ、スライムクライムやっていきましょう。30人ぐらいはちょうどいいですね。なんて油断してると、こうやって落ちます。さあ、ここのスポンジのショートカットは一回失敗したら、この隣の方に行きましょう。で、1位になる必要はないんで、ちょっとゆっくりめに行きましょう。後ろになっちゃったら。さあ、この丸太怖いですね、本当に。一気に後ろまで戻されちゃうんで。さあ、ここはうまく突破できた。このブロックが出てくるのに合わせて、戻るのに合わせてうまくジャンプすると押し出されずに突破できますね。さあ、ここは左から行きたいが、ちょっと混雑している。ちょっと詰まったなと思ったらタイミングずらすといいですね。さあ、ここのハンマーはスピードがランダムですね。毎回違うような気がします。そして地味にここは難しい。危ない、危ない。絶対ね、アップデートの後にこけやすくなった。こんなね、ちょっとコツンってぶつけたぐらいじゃね、なんで掴む？なんで掴んだ君、ちょっと。許さないよ。ホットロックは巻き添えに。ごめん。ごめんね、ホットロックに悪気はない。いや、ほんとごめん。さあ、うまく突破していったな。最後は振り子と。振り子が本当にもう気楽。これ安心して突破できる。さあ、掴むことなく通過していった。さあ、フォールボールですね。さあ、2分と短くなったフォールボール。こっち誰も行かなかったか。守り固いな、青が。さあ、ここ決めたいが。ナイス！いいね、今の。さあ、1点リードしていく。そしてこのリスポーンボールはね、本当に狙いにくくなった。無理しない方がいい。オウンゴールしちゃう可能性が高い。さあ、どっち行く？さあ、守るか。ちょっと軌道ずれちゃったな。いや。お猿さん、どこ行くの？これは。間に合わないか。ダメだったな。1点リードされた。さあ、ここへラグビーボールが落ちてくる。ラグビーボール1点ってのはほんときつい。まずい、これ入れられたらさすがにまずい。ラグビーボールほんと入れにくいんで2点とかにしてほしい。さあ、ここは落ち着いて前に出していく。これいったんじゃない？ナイスシュー。ナイスシュー、ナイスシュー。さあ、同点だ。そしてここへラグビーボールが落ちてくる。これもサッカーじゃないよね。まあ、サッカーとは言ってないですからね、これゲームを。フォールボール、落ちてくるボールですから。なんだっていいはず。だけどバナナはダメ。よし。さあ、うまく守っていく。いいね、守りきった。守りきったよ、これ。さあ、左右から来る。ちょっとお猿さん、その向きはダメだって。左を防いだら今度は右が来ると。いや、これはきつい。本当にきつい。守りきったね。もうすぐこっちから来るじゃん。よし、いいぞ。さあ、ここで延長戦と。本当ね。ドリブルでいいね。カンカン。さあ、こっちも押し込んでいきたいところ。いやー、で、うちのチームちょっと守りが薄いからな。ちょっと守ろう、これは。さあ、人数の少ないこっちに行くか。うわ、ちょっとこれきつい。やばい。ナイス、お猿さん。送らせてくれた。さあ、奥のボールを押し込めるか。いや、ラグビーボール、ほんと、ほんとうまくいかない。
まずいな、守るか。いや、これ押し込むか。これちょっと押し込みに行こう。一人だけど。これ押し込んだらでかい。っていうか、こっちに3人引きつけてるのがでかい。その間に反対側攻めてくれるとありがたいんだけど。あ、いいね、いいね、いいね。うわ、これきついか。守りきる。これは絶対守る。さあ、守る一人だぞ、こっちは。よし。さあ、今ので満身創痍ですね。さあ、スライムクライムの時に掴んできたこの投稿戦の方がいらっしゃいますね。絶対負けない。って言ってたら、ここでごさついた。さあ、この人と一騎打ちか？さあ、左ルート選択か。さあ、二人とも事故っていく。さあ、団子はないですね。そして真ん中に巨大ハンマーがある。これ使ったらどこまで飛ぶんですかね。さあ、手前にはないハンマーが調整してゲットしていく。ありがとうございます。では次、参りましょう。さあ、ロックンロールですね。これやっぱいろいろ試したけど、何回も言うけど押した方が早いよ。で、横の方でちょっと浮かして、なんか人が傾斜になったりすると より早いですね。さあ、うまく左に寄せていく。寄せすぎた。ちょっとハトさん、もうちょっと後ろ。そう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 、いいね。赤ダントツで1位ですね。さあ、ちょっとラグいか。小さいラグで助かった。そして団子が邪魔してくる。あ、今回はうまく邪魔されずに突破できそうですね。よしよしよし。さあ、これで負けはないでしょう、おそらく。さあ、続いてはクラウンマウンテン。え、クラウンマウンテンの出現率が高い気がするんですけど、気のせいですかね。さあ、トップで通過していく。でもね、先頭になれる確率もね、まあまあ高くなってきたんで、ほんと嬉しいですね。さあ、ここで事故ってしまった。しかし、前に団子がある。これはもう、事故の元ですね。あ、団子じゃない、ハンマーか。見間違えた。もうハンマーのおかげでボールがすごい方向に飛んできますからね。もっとこけてしまう。あ、しかしこれはタイミングがバッチリだ。いただきました。ありがとうございます。それでは次行きましょう。さあ、ブロックパーティー、これは危ない。いや、人数多いとほんと事故が多い。なんか鶏多いのは珍しいですね。あ、前に落ちてきましたね。ほんとね、前に行き過ぎても危ないんだけど、後ろにいても巻き込まれちゃうからね。さあ、この左右に振ってくるパターンは苦手だぞ。どうしても危ないって思ったら、これ人掴むのありですからね、ギリギリで。あ、前に落ちてった。ごっそり落ちましたね。さあ、その流れでクラウンマウンテンと。ここジャンプするとね、ラグでね、誰か踏んで転んじゃうことがあるんで、僕は本当に飛ばないようにしますね。さあ、右に行った人たちが軒並み事故っていった。さあ、ここで頭一つ抜けたか。さあ、そして団子がある。いや、ちょっと慎重に避けてこう。お、その動きはまずい。ちょっと今ビビりましたね。まっすぐ行ってよかった。さあ、そしてここはタイミングが合わない。よかった。やっぱ左ルート早いですよね。右は事故少ないですけど、左は早い気がします。じゃあ次行きましょう。いや、やっぱ少人数4人でのエッグスクランブル、これ最初に溜め込んだもん勝ちじゃないですか。そう、その代わり、金にはあんまりこだわらないでほしい。一人、
うん、金、赤チーム、多分金に固執してますね、あれは。人数が少ないんで、これ書き出すのも難しいんですよ、なかなか。なんで、金にこだわるよりかは、この白いのをたくさん集めた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。さあ、ここで赤い鳩に妨害されていく。ゆるさん。さあ、ここで黄色と青がうまく溜め込みましたね。さあ、20個超えたらこれはもう安心ですね。これ赤、ちょっとチームワーク悪いですね。これ多分赤の負けですよ。やっぱ金にこだわらない方がいい気がします。さあ、黄色の、2人がなぜかこっちに来た。赤の方に行ってくれるもんだと思っていたが。さあ、そのお二方の選択ミスかな、これは。あのまま行けば赤負けてたと思うんですけど、この黄色が青に来たのが間違いでしたね。さあ、そして、うちの海賊は、金色の卵を絶対守ってますね。絶対守るマン。素晴らしい。いや、守り堅い。素晴らしい。ああ、もう、余裕ですね、こっちは。さあ、そしてこの海賊は何をしているんだろうか。外に出すのか。いや。記念撮影か。ありがとう。サムネにするよ。さあ、真ん中。前列真ん中からのスタート。いい位置でのスタートですね。今回、クラウンマウンテンばっかりですね。っていうか、直前でクラウンマウンテンしか出なかったんですよ、本当に。そして、この団子とね、ハンマーが増えたことによって、事故率が高くなったんで、ああ、今みたいに、ああ、これみたいに。そう、事故率がね、高くなったんで、すごい動きしてんな、弾が。事故率が高くなったんで、ほんと、勝率上がりましたよ。安定ルートで行けばなんとかなるんで。さあ、今回もいただきました。ごめんね、最後、海賊の人、なんか記念撮影みたいなことしてくれたのに。さあ、これで150章突破できました。ありがとうございます。うん、160個いかないぐらい多分ゲットしますね。ありがとうございます。